なんかレゴマリオを横に並べたらサイバーメカスーツがマリオの敵に見えちゃうようなはい、今回レゴクリエイターサイバードローの作品3つ作ったんですけど、皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブルダーヒラヒラだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターサイバードローンの続きになります。前回の動画でサイバードローンからサイバースクーターに組み替えました。前に作ったサイバードローンよりは小さくなりましたが、乗せれるミニフィグの幅が広くなってとても良かったです。はい、今回の動画ではサイバースクーターからサイバーメカスーツに組み替えます。はい、サイバードローンとサイバースクーターの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではサイバーメカスーツに組み替えます。完成、サイバーメカスーツです。おー、かっこいい。ドローンとスクーターと来たんで、次も乗り物系だと思ってたんですけど、まさかのメカスーツでした。このメカスーツ自体そんなに大きくないんですけど、これはなかなかかっこいいです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。頭部はどのようになってるのかというと、はい、こんな感じです。頭の造形は結構シンプルに作られてます。そして右腕はキャノン砲になっていて、左腕はこのようになってます。そして胴体はこのようになってます。胴体のここにミニフィグを乗せれます。そして下半身はこのようになってます。足はタイヤのホイールパーツやテクニックパーツで作られてるので、ロボらしさがすごくあります。はい、では続いてはこのサイバーメカスーツの可動範囲について説明します。まず両腕はボールジョイントになってますので、このようにグリグリ動きます。前にも後ろにも倒せれます。反対側もこんな感じで動きます。そして左腕のヒンジパーツもこのようにクリックで動きます。左腕のアームもこのように動きます。マックスここまで開きます。右腕の肘は左腕と一緒ですが、左腕と違ってちょっと可動に制限があります。このクリアパーツはここまで動きます。足に関してはピンで止めてますので、このように回転します。はい、可動部分を活かしてポーズを取らせてみるとこんな感じです。おお、これもなかなかかっこいいです。ただ個人的に頭の部分ちょっと動かしたらもっと良かったかなって思います。ただ腕や足が結構動くので、これもこれでなかなかいいと思います。はい、それでは付属するミニフィグを乗せます。このように立たせて、このハッチを閉じれば、はい、こんな感じです。あー、これもなかなかいいな。個人的にニンニンジャーの手裏剣陣を思い出します。はい、では続いては大きさ比較いきます。まずレゴマリオと並べるとこんな感じです。おおよそレゴマリオの 1.5 人分はあります。なんかレゴマリオを横に並べたらサイバーメカスーツがマリオの敵に見えちゃうようなはい、そしてサイバードローンと並べるとこんな感じです。おー、かっこいい。なんかサイバードローンがサイバーメカスーツにトランスフォームしたと言ってもいいかな。ではここからこのサイバーメカスーツにいろんなミニフィグが乗れるかどうか検証したいと思います。まずはこちらのミニフィグを乗せます。これ付属するミニフィグ以外でも乗れたらこれ結構いいな。おお、いけますね。はい、このように乗せることができます。ただメカスーツの頭部がヘルメットに隠れちゃうのがちょっと残念です。では続いては前回当てたスペースポリス、これを乗せます。これ後ろにパーツがあるので乗せれるかちょっと心配だな。あー、ギリなんかこんな感じになっちゃうんですけど、まあ一応立たせることはできます。でこっからここが閉まるかどうかですね。
あー閉まらないな。ヘルメットパーツに当たっちゃうのでこれは閉まらないですね。じゃあアーマーパーツを取った状態で乗せると、あ、いけますね。アーマーパーツを外せればスペースポリスを乗せることができます。頭部に関してはギリ隠れるぐらいですね。これは問題なく乗せることができます。じゃあ次はこちらのミニフィグを乗せます。大丈夫かな。これ絶対頭部に当たっちゃうのでこれ無理っすね多分。ほらはい、このミニフィグの場合は頭部が全部隠れちゃいます。まあ無理だと分かっても乗せちゃいたい。あーあだだだ。とりあえず無理やり押し込んで、ああ無理ですね。なんかサイバーメカスーツのキャノン砲みたいになっちゃってます。はい、レゴクリエイターサイバードローンのサイバーメカスーツはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターサイバードローンをサイバーメカスーツに組み替えてレビューしてみました。こちらのサイバーメカスーツは造形自体もかっこいいのと、あと腕や足が稼働するというところがとても良かったです。このレゴクリエイターはドローンとメカスーツとロボに組み替えれるので、これはロボット好きの僕としては本当におすすめします。はい、今回レゴクリエイターサイバードローンの作品3つ作ったんですけど、その中で僕が一番好きなのはこちらのサイバーメカスーツです。やっぱロボ好きは、まあ、こっちになっちゃうかな。ドローンもスクーターも結構良かったんですけど、やっぱロボ好きとしてはこのメカスーツがすごくかっこよかったです。でこちらのレゴクリエイターは1個1200円でミニフィグがついてきますので、これはすごくお得だと思います。おそらくなんですけどこれ6月頃になったらもう高騰化するかもしれない。このレゴクリエイターは本当におすすめできます。今回のレゴクリエイターサイバードローンもとても良かったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。